皆さんこんにちは。日本語講師のヨミです。皆さん本当にお久しぶりです。お元気でしたか？5ヶ月ぶりの動画になってしまいました。このところ仕事の方が忙しくてバタバタしてしまいました。長い間お待たせしてしまって本当に申し訳ありません。これからはなるべく長い時間が空かないように頑張って動画をアップしていきたいと思うので、これからも引き続き応援よろしくお願いいたします。今回の動画は久しぶりの動画だということで、久しぶりに誰かと会った時に使える表現を状況別に分けて見ていきたいと思います。それでは始めましょう。スタート。친구사이에서편하게말하는상황이라면이렇게말하면돼요。久しぶり、元気だった？久しぶり、元気だった？존댓말을써야하는상황에서쓸수있는표현은몇개있는데요。오늘은세개소개해볼게요。お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰です。ご無沙汰です。しばらくです。しばらくです。이게세개다오래간만입니다。오랜만이에요。라는인사표현이고요。잘지내셨어요？이표현도같이볼게요。お元気でしたか？お元気でしたか？방금했던표현보다더높임말을써야하는경우。예를들어、회사거래처사람이랑인사를해야할때라든가、메일을보낼때제일먼저하는인사말로도많이쓰는표현이에요。ご無沙汰しております。おかわりありませんか？ご無沙汰しております。お変わりありませんか？今日は久しぶりに誰かに会った時に使える表現を状況別に整理してみましたが、いかがでしたか？皆さんもいろいろな表現を覚えて、その時の状況を相手に合わせてぜひ使ってみてくださいね。それでは今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。